クエンツヤは、キリスト教聖歌の曲種の一つ。カトリック教会において9世紀から15世紀にかけて、新しく作られ、16世紀にそのほとんどが廃止された、アレルヤ賞、または、トラクトスに続けて歌われるラテン語の聖歌のことを指す。和訳では、俗称ただし現代の天礼では、アレルヤ賞の後ではなく、前に歌われる。 カトリック教会で用いられる聖歌の種類の一つで、初期キリスト教聖歌の流れを組む、伝統的なグレゴリオ聖歌とは異なった、中世に新たに作られた聖王文化独自の聖歌である。セクエンツヤという名前は、ラテン語のに続くの意味のセクオルシークオールから来ており、その由来については、アレルヤのすぐ後に続けて歌われるからという説が、一般的なようである。ミサ曲のアレルヤ賞は、 メリスマの強い子有文の曲で、中世の半ばに、トロープス状に、三分子形式の説明的な歌詞が付けられた。この部分を、三分子の意味のプローザというが、これが独立した新しい曲となって、アレルヤ賞のすぐ後に続けて歌われるようになった、というのが、これまでの通説であったが、最近の研究で初期のセクエンツやにアレルヤ賞と、無関係と思われる旋律がいくつか発見されたため、 少なくとも起源についてこの説は当てはまらないとされている。また後期に作られたものにもアレルヤと無関係な旋律が現れてきている。名前が残されている最古のセクエンツヤの作者であるスイスのザンクトガレン修道院のノトケル・バルブルスはその後に流行するセクエンツヤの形式を作り上げたとされるがその作品集である三加集の序文の中で旋律が長すぎて 覚えきれないことからいろいろ考えていたと述べた後に手に入れたアンティフォな詩の中にセクエンツ屋の旋律がすでに存在し不完全ではあるがそれにアンティフォー形式の詩が添えられていたことを明らかにしている。さらに続けて、ノトケルはこれを真似て試作し、その詩依ーの助言に従ってシクオシラブルに、つまり一つの音に対して 言葉の一音節を割り当てて記述する等の改良を加えたことも述べている。セクエンツアの作曲は中世からルネッサンスの初めにかけて流行し非常に多くの曲が作られた。ノトケルバルブルスのほか、10世紀末の同じくザンクトガレンのエッケハルト一世、11世紀のブルゴーニュのビポ、12世紀のサンベクトールのアダン、13世紀の トマス・アキナスなどが代表的な作者とされる。またヒルデガルト・フォン・ビンゲンも特徴のある作品を残している。トロープスと同様に、オルガヌムなどのポリフォニー宗教曲の実験の場でもあった。ルネッサンスの中頃までに程度の様々な多くの作品が作られるようになって混乱を呈していたため、こうした状況を憂慮した宗教界は16世紀半ばのトリエント公会議で四つの 曲を残してすべて廃止した。その5727年に一つが追加で認められて公認曲は5つになった。聖書以外から取られた3分子であることからイムルスに分類されることがある。ノトケルなどの初期においては次のような構造が一般的に見られる。ABBCCDDAZ ABBCCDDEZ A に続いて 同じ形の四苦が同じ旋律でアンティフォーな形式で追句になっており、それぞれリズムも長さも異なる。形の複四がいくつか連なって、最後の祈り Z で締めくくられる。セクエンツ屋という名前の由来の一つに、この異なる形の四苦が繰り返しなく、いくつも続く主刑から来ているという説がある。11世紀頃には九型が統一された形が現れた。さらに十二世紀には、 ベニサンクテスピリトゥスに見られるようにイモフムシが現れて主流になった。これを、オイン型セクエンツヤとか後期型セクエンツヤなどということがある。サンビクトールのアダンのセクエンツヤ集和子の形式の代表的な作品である。AB1 ビット 2B3 ビット 4B5 ビット 6B7 ビット 8ZABBCCDDEZ13 世紀頃からは、 参加のような融雪形式のものが現れ、作りやすくまた覚えやすいため流行した。DSE れ等がこれに当たる。A、B1 ビット 2B3 ビット4から B5 ビット 6B7 ビット 8Z、ABBCCBBCCZ。ありがとうございます。